じゃーん。今日はこれ食べてみます。これどんなのね。お菓子はめっちゃうまいけどね。これを晩ご飯としていただきます。ハッピーターン焼きそば。さあ、出来上がりました。こういう感じですね。ちょっと開けますね。天かすと粉がついてましたね。まあ、普通の焼きそばの感じで、あれですけど、こういう感じかな。ちょっといただきます。する ハッピーターンの味がします。でも決してお菓子お菓子じゃなくて、そのまま食べれます。甘い感じですね。甘い感じの、焼きそばになります。皆さんぜひね、コンビニに売ってました。俺の場合は。よかったら買ってみてください。十分ご飯のおかずになります。皆さんぜひ買ってみてくださいね。